上上原戦はアメリカ合衆国のリバタリアニズムの政治活動家、学者である。上原戦は2020年アメリカ合衆国大統領選挙でのリバタリアン党の大統領候補となった。彼女は1996年アメリカ合衆国大統領選挙でハリー・ブラウンの伴走候補者として党の副大統領候補になったことがある。1992年には サウスカロライナ州カインダイオン区のリバタリアン党候補でもあり、4286票、得票率2.2%を獲得した。彼女はクレムソン大学の専任上級講師である。上限線は1957年5月1日、イリノイ州リバティビルに生まれ、近郊のグレーズレークで育った。彼女はグレーズレークセントラル高等学校の卒業生であり、 祖父母はデンマークからの移民であった。上限線は1979年にベーラー大学で心理学の学士号及び1980年に南メソジスト大学で経営学の修士号を取得した。彼女は IBM でコンピュータシステムの仕事をしてキャリアをスタートさせたが、その後ディジテック・インクの共同者主権社長になるために退職した。2002年には クレムソン大学で産業、組織心理学の PhD を取得し、2006年からクレムソン大学で専任として教えている。上限選が初めて立候補した選挙は1992年の会議員選挙である。彼女はリバタリアン党の代表として、サウスカロライナ州北西部の s c 零四から現職の民主党候補リズ・ジェイ・パターソンと共和党候補、 ボブ・イングリスの対抗馬として出馬した。上限選は総得票数の2.2%を獲得して3位に入った。1996年、アメリカ合衆国大統領選挙を控えたリバタリアン党はハリー・ブラウンの伴走候補として上限選を副大統領候補に指名した。最初の投票で92%の得票率によって指名された。 彼女は10月22日にシースパンで全国放送された副大統領候補討論会に納税者等のハーバートタイタス自然報道のマイクトンプキンスと共に参加した。ブラウンと上限線は全米50州とワシントン DC から48万5759票を獲得し得票率0.5%で5位に入った。これは リバタリアン党にとって1980年、アメリカ合衆国大統領選挙以来最高の結果であった。2019年8月13日、上限選は2020年大統領選挙で、リバタリアン党の予備選挙に出馬することを連邦選挙委員会に申請した。彼女は2019年11月2日のサウスカロライナ州のリバタリアン党大会で正式にキャンペーンを開始した後、 同日サウスカロライナ州リバタリアン党大統領を呼び選挙討論会に参加した。上限選は高速力のないリバタリアン党予備選挙の累積人気投票で2位となり、12の予備選挙のうち2つに勝利した。2020年5月23日、上限選はリバタリアン党初の女性大統領候補に指名され、2020年アメリカ大統領選挙において、 全米の選挙人からの投票アクセス権を持つ唯一の女性大統領候補となった。副大統領候補には、政界の主流で、ほとんど無名だったスパイク公演が指名された。同日、上限選の支持者たちは2016年、アメリカ合衆国大統領選挙における、ヒラリー・クリントンの非公式なキャンペーンスローガンである、I am with her を流用した。 このスローガンはその夜ツイッターでトレンドとなり全国的なヘッドラインを飾った。彼女は世論調査で最低限の支持を得ている。上限選はルース・ベーダー・ギンズバーグ判事が没することによって生じた連邦最高裁判事の空席を受け2020年9月に最高裁の候補者リストを発表した。上限選は大統領選挙で180万票以上を獲得。 相当票数のうち約1.2%の得票結果となった選挙後上限選は対立候補である共和党のドナルド・トランプ候補及び民主党のジョー・バイデン候補の支持者から忌まわしさに満ちたメッセージを受けた彼らは彼女の存在によって票割れが起こり彼らの支持する候補者が負ける原因となったと非難した複数の報道機関は 上限戦の存在が共和党のドナルド・トランプに対する民主党のジョー・バイデンの勝利を決定づける10分で重要な票割れをもたらしたと推測し、複数の激戦州で上限戦の得票数がトランプに勝利したバイデンの交差より多いことを指摘した。アリゾナ州スコッツゲールで演説する上限戦2020年10月10日。 上限線は個人向け支出口座から資金を得る自由市場医療を支持しており消費者の低出のサービスに対する需要を満たすことによって節約を維持することが可能になり医療機関の競争への意欲が高まると考えている彼女は単一支払い者による保険制度に反対し悲惨なものとしている上限線は 社会保障を個人の退職金口座に置き換えることを支持している。2020年リバタリアン党大統領予備選の最後の討論会でジェイコブ・ホーンバーガー候補は上限選が社会保障とメディケアを通じて福祉国家論を支持していると非難した。これに対して彼女は社会保障をネズミ公と呼び大統領就任日に社会保障からの脱退を認めると述べた。 一方で彼女は大統領が議会の承認なしで一方的にプログラムを終了させることは不可能であり政府が既存の社会保障の義務を果たす必要性を強調した上限線の計画では退職者の給与税の6.2%を本人の退職金口座に入れ既存の拠出金に比例配分された社会保障給付金を退職金の割引債として 受け取ることになる。上限線は、連邦政府による民事資産没収と的確面積に反対している。彼女は、麻薬戦争反対論者で法的に麻薬を自由化することを指示しており、非暴力的な麻薬犯罪者をすべて赦面することを公約している。彼女は、警察の非武装化を促している。上限線は、金融、経済制裁、対外援助に反対し、 内政不干渉の原則、武装中立及び外国に駐留するアメリカ軍の撤退を指示している。上限線は規制緩和を求め、それによって貧困が減ると主張しており、税金を減らすため政府支出を削減することを指示している。上限線は、アメリカ国民の旅行と貿易の自由を支持し、貿易障壁と関税の撤廃を求め、アメリカへの入国、就職、訪問、 居住が合法的に許可される人数の制限撤廃を支持している。上限線は、リバタリアン等の大統領予備選第一次討論会で、ドナルド・トランプ大統領による国境の壁の建設を、自分はすぐに停止するだろうと述べた。別の第一次討論会で彼女は、移民による犯罪を不通り合いに報道したとして、メディアを非難し、移民が経済を助け文化の融合に有益であると、 主張した。上限線は、新型コロナウイルス感染症の流行に対するアメリカ政府の対応を過剰に官僚的で、権威主義であるとして、外出禁止令などの個人の行動の制限や企業の救済措置を我々の生涯で最大の自由に対する攻撃と評している。上限線は、政府のマスク義務化に反対し、マスク着用は個人の選択の問題であると考えている。 彼女は政府の介入がなければマスク着用が広く普及するだろうと主張している。なぜなら競争原理によって企業がマスク着用を義務化するか選択制にするかいずれかを採用し消費者が自分の好む環境を自由に選択できるようになるからである。上限線は政府の命令なしに消費者の選択が企業の方針を形作るであろうことを主張するために ドル投票の類推を引き合いに出した。上限線は、既婚者であり、二人の成人した娘と一人の孫が、いる。彼女は2020年9月3日に母親を亡くした、ことを受け、大統領選の選挙運動を一時的に中断した。ありがとうございます。